そのツイート、本当にリツイートしてしまうんですか？皆様、ごきげんよう。夜のお花畑の魔女アザリアです。今回また、コラボと二頭夢乃さんを支える会が、とんでもないツイートをリツイートしていると、私の中で話題になっています。あちらのご意見だと、確か、リツイートも、そのツイートと同意味、ということのなので、本当にリツイートしても大丈夫なのか、怪しいツイートがこちら。経理の報告からずっと思ってたけど、コラボの指摘点って重箱の隅付きレベルでしょ？それが許されないなら、99% の非営利団体は、グレーベタしたら黒なんじゃないのって思うんだけど。というツイートを、コラボと二頭夢乃さんを支える会がリツイートしています。いや本当に大丈夫ですか？この人 NPO や非営利団体の 99% は、グレーベタしたら黒って言ってるんですよ。自分たちも黒って言われているようなものなんですよ。もしかして、コラボは、選ばれた 1% の団体だと思ってたりします？東京都から指摘を受けているのに？これをリツイートすることが、本当に、コラボと二頭夢乃さんを支える活動になると思ってますか？背中から売ってませんか？大丈夫ですか？だったら、全部ブラックなんて規制せにゃならんってだけだろ。全く違います。社団法人の私物化を疑われてますし、税金投入されてる自覚ねえだろと言われてます。もしそうなら、その、百害あって一利なしな。99% の非営利団体トラやらは、潰れるべきだな。こんなの、だからなんやねんって終わりなんだよな。もちろん許されるわけがないし、それなら、99% の非営利団体は解体で良いんじゃないですかね。何か、根本的に大きな勘違いしてそうですけど、みんなで渡ったところで、赤信号は青信号にならないので。支える解散さ、何でもかんでも RT すりゃいいってもんじゃないでしょ。RT するツイートはよく選ぼうよ。などでした。いや、本当に、何のために存在している会なのかわからないですね。ツイッター担当変えた方が良いと思いますよ。真面目に。それにしても、このツイートのつい主、キリスト教系人権団体の関係者らしいです。ハングル、察してください。嫌なんでコラボいじってると、あちら側とつながるんですか？というかご自身の関係している団体も、経理グレーか黒なんですか？大丈夫ですか？皆様は、今回の件、どう思われましたか？ご意見ご感想など、ご気軽にコメントでお寄せください。少しでもいいねと思ったらグッドボタンを。また、励みになりますので、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。ネットのお花畑観察が趣味のアザリアでした。最近、人寂しすぎて、割と、本気でコメントが欲しいです。何とぞ何とぞ。